MTV ジャパン水曜日、本日のお客様は、はい、高橋幸宏さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけれども、はい、ニューアルバムがフリッパーできたんですか。じゃなくて、いよいよできましたね。はい。Day in the Next Life というね、はい、まあ、前回のアルバムがブロードキャストブロードキャスト from heaven、 天国です ね天国の次はからの中継、次は来世での一日と。まあ別にあの宗教的な意味とかはね、うん、全くないんです、ええ、でまあ死とかね、うん、そのまあ生まれ変わること、うん、っていうこと自体もさほどそのなんていうかな、こうシリアスな意味 で、うん、で僕は言ってるわけではなく、むしろその向こうに何があるかなと、うん、でこれをねやってるうちに僕はね、うん、なんかこう3部作にしたいなという気になってきちゃったんですよ。あ、アルバムをどうでした、お聞きになって。前回のやっぱり延長線上、うん、あの流れは感じますね、うん、あの もっと広い意味でなんか大きな意味でこうなんか愛みたいなことがどん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 こう、うん、なんか感じられるっていうかね、あの幸宏さんなりの形でしょうけどもね、はい、そういう感じはしますけれども、それでね、うん、まあ、3部作の次は言いませんけれど、そのテーマはもう決まっていって。 あそうなんですか、うん、で、まあ、天国来世、うん、その次に何があるだろうか、うん、あ、それは漠然としたこうなんていうかな、幸福感のようなものかな、うん、というような感じなんですよね。あ、なるほどね。今度ちょっと僕それでメッセージ色がこう出てきちゃいましたね、うん、やっぱりさすがに1990年、89年90年頃の、この世界のね、うん、状況を見て、社会問題、世界情勢、うん、まあ、戦争もありました、うん、そういうのを見てるうちに、まあ、環境破壊の問題とかも含めて、うん、僕そういうことをねアジテートするというか、うん、拳を振り上げて、こう歌ったりするの嫌いなんですよ、うん、嫌いだったんです。じゃあ昔はそうですよね、幸宏さんというとどちらかというとそういうとこから違うところでわざと一歩離れたところで、うん、まあ、独特の世界を形成するというかね、はい、うん、そうだったんですけどね、さすがにこの時期に来て、まあ、僕流のやり方ですね、拳は振り上げないが、うん、まあ、オブラートにくるむとでも言うんでしょうか、うん、それなりのテーマをで、例えば、うん、愛を歌う時も、うん、テレビをつければやっぱりミサイルは飛んでると、うん、まあ、そんな状況を、もちろんあの湾岸戦争が始まってなかったんですよ、うん、そうですよね、レコーディングはね6、7、8、9、10、11と5ヶ月やってたんですけど、でちょうどこの詩を書いた、あのこの詩って今僕が言ってるのは曲の中で Everyday Life って曲があってね、はい、その中で、まあ、例えばテレビつけるとミサイルが飛んでたりすると、うん、それで一方では、まあ、リゾート地の太陽が映ってたり楽しそうな人々が映ってる、うん、日本ってほらチャンネルを変えると、うん、今この番組をご覧の皆さんがですよ、仮にチャンネルを変えるとですよ、例えばバラエティやってたり、うん、一方では、まあ、当時だったらちょっと前までは湾岸関係のニュースやってたりね、で昼間のバラエティショーを見てると湾岸関係のニュースが入りました、うん、それは戦争のニュースなわけですよね。でも一方でさて次の話題は何々さんの離婚の真相についてっていう、まあそういう国でしょ、うん、でそれがまあ僕の中でいつもこう一つのものとしてこう一線上にあると、どれも避けて通れない問題として存在するというようなことなんですね、うん、なるほどね。だからそんなシリアスに積極策、うん、宣告策いうつもりもないんですけれど、自然にこうなってきてしまったと、うん、まあこうなるしかないっていうところでしょうね。要するにまああの何て言うんだろう、例えば、まあ、世紀末を楽しむとかね、うん、いろんなテーマはあると思うんですよ、うん、そのもう週末が来てるみたいなね、うん、その瞬間のあり方としては、でもそんなことしてる場合じゃないぞみたいなね、はい、そうですね、うん、あの僕は1979年、うん、8年あたりまでものを作った時に、うん、その世紀末に対する漠然とした不安感、うん、これはまあ3人ともすごい強かったんですよ、うん、で YMO は過渡期の音楽、うん、そういう意識でやってたんですけどね、うん、今さすがにそのあの時はほら東京は病気だとかね、うん、世界はもう病気だとか、うん、まあキッチな意味でね、うん、それを楽しんでましたよね、若かったし、うん、だけど今そうも言ってらんないかなと、うん、もうちょっとポジティブな意味でね、うん、こういろんなことに取り組んでみたいなと、うん、らしくなく思ってしまってるわけですね。あの、まあ、今回のねアルバムにもあの前のあの出たシングルですけども、それで詩を提供していた鈴木圭一さんとかもね、はい、あのムーンライダースをいよいよまた動かし始めましたけども、その圭一さんの方も同じようなね、やっぱりそのなんか危機感みたいなものとか。そうですね、彼はね、で、まあ、例えば今
ついでに同じレコード会社なんで宣伝させていただきますあのビートニクスと相棒でもありますんでね、はい、で彼の例えばアルバムタイトルだと、うん、Who's Gonna Die First と、うん、誰が最初に死ぬかっていう、なんかこう非常にこう危機迫るテーマなんですけど、うん、でもすごく内容はね日常なんですよね、うん、やっぱり家族とかのあり方とかね、うん、だから僕と割とやっぱり共通するところがあるかなと思うのは、政治の問題を歌いつつもやっぱり家族の問題を歌ってるっていうようなね、だからなんていうかな、特別にこうさっきから言ってるように、拳を振りかざさなくてもね、その生活の中で、まあ社会問題がじわじわとこの年になると入ってきてしまう。それで人間っていうのはこうコア中心のようなもの、人格があってね、年を取るとともにその周りにいろんな状況がこうついてきちゃうんですよね。でそれとの戦いで、こう体がきしむわけです、うん、というか精神が、そうするとこう痛みのようなものが強く出てきてね、うん、だから僕の今度のアルバムはその日常生活におけるいろんなポジティブな希望と、そして社会問題もあり愛もありというね、全てがあるんですが、基本になっているのは痛みなんです、うん、まあいろいろこう口で言ってしまうとね、どうしてもその重さの方がこう強調されてしまうのかもしれないけど、何をこいつは暗いことを言っているんだろうと思いでしょうが、実際にアルバムを聴いてみるとね、まあすごく美しいものっていうんですかね、ありがとうございます、あるし奥様にもいつお世話になっておりますこちらもお世話になっております、いつもインタビューしていただいて、1曲目にね、ニール・ヤングの Only Love Can Break Your Heart っていうね、これが入ってるのも一つの、主張なのかなっていう、ある意味では、そうですね、うん、いつかねこの曲はカバーでやりたかったんだけど、もちろんそのアコースティックで出てくるっていうね、うん、まあこれも高橋幸宏のアルバムとしてはちょっとびっくりするだろうなっていうところは多少はあったんですけどね、本当はエンディングにするつもりだったんです、ところエンディングに持ってきてみたらね、ちょっと重いんですよね、うん、逆に1曲目に持ってきたところで、まあニール・ヤングが60年代にねベトナム戦争こう背景のあの時代にね、彼が歌ったこの内容、で一見すごくこう温かい歌に聞こえるんだけど、よく聞くとすごい寂しい歌なんですよね、だからそれもテーマとぴったりかなと、で次はこの3部作の次はね、明るいんです、テーマがすごく実は、だからここまでは、多少の痛みとか傷とかを皆さんと共有したいなと、そんな感じですね、なるほどね、そういう、あるんじゃ連載フニャモラですから、ね、なんだそれは一つの、連載表達じゃないですけどもね、一つの連作みたいな形で、じゃあその2作目という、そうですね、3部作の真ん中って感じですね、という形のアルバムですね、レコーディングの方も結構豪華なメンバーがまた参加して、はい、珍しくね、久しぶりに外国行ったんですよ、僕飛行機嫌いでねで行って向こうでスティーブにも会ったし、久しぶりに、それからエンジニアが、半分だけロンドンでミックスしたんですけれども、エンジニアがリチャード・モークスって言って、プリファブ・スプラウトなんかやって、特にプリファブ・スプラウトの中で僕の好きな曲を、ミックスしてた人でね、若いんですけど頑固でしたそうですか主張がぶつかったりしました、僕は大人ですからそんなに突っ張ったりはしません、ただしつこいです向こうもしつこかったですけどね1曲17時間18時間ザラですね、ミックス向こうの連中は、もちろん早い人もいます、トッド・ラングレンなんか、高野博、うちの事務所の人間なんですけどね、30分ですよ、いつも1曲30分ミックス、本当でしょ、これ嘘じゃないんです、なんかその代わり鳥の時に随分パンチンパンチアウト失敗して何度も鳥の時、そうそう、それもあるし EQ はもう強力時間かかるんですけどね、鳥の時にもう音を作っちゃうんですね、なるほどね、じゃあ他の人には落とせないですね、そんなの、自分で考えてやってるんですよね、ロンドンで半分やりまして、それで帰ってきてまた日本でやってっていうね、半々の作業でしたけれど、本当になもう今ねあんまりこう考えなくても音楽って作れる時代なんだけど、だからそういう中ですごくこうなんていうのかな、自覚的なものに出会うことって少ないじゃないですか、やっぱり、そういう意味ではね、こうなんか、そうだから僕はね、前々作は「イーゴ」というタイトルだったんですけどもね、前回の「ブロードキャスト・フォーム・ヘブン」からすごい作りやすいんですよ、ことは時間はかかるんだけれども、すごくすんなりと気持ちよく音楽を作ってるという感じですね、だから決して煮詰まってないし、精神的には今非常に調子悪いんですけどね、体力的に調子悪いんですか、いつものことで高橋幸宏といえば調子悪いって楽屋に入ってったり、ステージの前とかね、あとオフィスに行って幸宏さんどうですか調子悪くって言われて、すごい調子悪いって言うと、あ、じゃあいいんですねそういう人間なんですけれども、ただ音楽作るときは今魂がね、細野晴臣流に言うとですね、
解放されてるなと、そんな感じがしますね。まあ、そんな風にしてアルバムが仕上がったんですけどもね、ちょっとここで1曲お送りしたいんですけども、これはあの前の作品に入っていた曲なんですけどもね、はいはい、それをちょっと見てみましょう。はい、それではご覧ください。高橋幸宏さんで 1% の関係。CM 前に見ていただいたあの 1% の関係ですけど、あの前この番組でもよく流していたクリップとは違うものになってますね。そうですね、あの前流してたってやつを僕実は全然タッチしてないんです。あ、そうなんですか。あれはレコード会社でのスタッフが低予算で撮っていただきまして、なんかラブシーンがいっぱい入ってるやつですね。で見て僕好きだったですけどね。でこれは去年の9月にパリに、まあ売り物としてのビデオを作る際に、ね、行きまして、そこで撮ってきたものですね。あ、なるほどね。ディレクターがだから新藤さん、はい、あの三尾さんですか、はい、それからカメラが三浦健二と、なるほど、日本人のスタッフ
がほとんどでやったんですけど、結構でもなんか日本人らしくない映像、まあ、あの新藤さんですからね、新藤さん、あの噂の新藤さん、あのフリッパーズギターがメインで僕は副業でやってらっしゃるあのフリッパーズのあくまでもメンバーによると、ね、そういうことになってる、ね、翌日ちょうどね、後でおかけする、あの、うん、今日僕はもう一曲ビデオあるんですけど、はい、その撮影だったんですよ、ね、そのあのちょうど僕見てたんですよ、そのフリッパーズがここでゲストで出て吹きまくってた時、はい、でその時、まあ、僕は彼らと一回だけ新幹線でお会いしたことがあって、とてもこう気の弱い方々と、ね、その感じがすごく好きでね、うん、ナイーブな、うん、でもあの突っ張り方もなんかいいな、うん、でうちの高野ともなんかいいらしいし、うん、で音楽ももちろんどんどん良くなってるし、うん、そういう意味では全然いいんですが一つだけ気に入らなかったことがあって、はい、高橋幸宏と呼びつけにしたんです新藤さんが僕らを見に出して副業に高橋幸宏とかっていう、幸宏とかおっしゃってました彼ら、ね、そことがちょっとだけ気になりました。今日もしご覧になってたら、あ、今度は幸宏ちゃんとか言ってほしいと思います、はい、3までいかなくてもいいからせめてなるほど、ね、あのパンフリちゃん幸宏ちゃんの中になってみようかという、はいはい、そういう僕も元祖ふにゃむらみたいなもんですからふにゃむらとんでもないですよね、キャリアも全然違うのにね、まあ、あの突っ張り方があの若さゆえということでね、うん、若さというか彼らのパーソナリティなんですよ、ね、うん、なんかほら最近ロックの人の方がむしろこうあの礼儀正しかったりするから、いわゆるロックっていう人たちの方が ね、うんうん、そうですね、そういうのはなんとなくこうやっぱこういうやつらがいた方がいいなっていうふうには思いますよね、いますよね、うん、さてですね、はい、フリッパーズの話なんかそっちに置いといてですねあ、いいんですかそんなこと言って、はい、なんかなんつったらいいんですか、また問題になっちゃう、あのパーフリさんの話はちょっと置いといてですね、はい、あの映像に関しての話なんですけど、はい、あのもうとにかく幸宏さんというとやっぱりビジュアルとのなんか割と密接な関わり合いっていうのは昔からやっぱり意識、ね、うそういうふうにおっしゃる方が多いんですけど、ね、まあ、もちろんライブビデオとかね、うん、売り物の、まあ、プロモーションビデオっていうものを初めて作ったのが1979年か、うん、音楽殺人かなんですかね、確かにやってはいるんですが、それほどでもないんですよね、あ、そうなんですか、作ってないんです、あの自分で監修してとかっていうのはないんです、だから割と今回のビデオは実は一番気に入ってますね、あの去年出したクリスマスのビデオと、そしてまあ後でおかけする新しいやつ、はい、だから新藤さんと の、まああのコラボレーションというかコンビ、うん、新藤さんのディレクションっていうのをすごく僕信頼してて最近、でアルバムジャケットも彼がやってくれてるんですけど、うん、今度のアルバムジャケットがこれ画期的にいいんです、今回ですね、うんうん、それでだからそういう意味でもこうもちろんビジュアルっていうのは大切ですけれども、それほど皆さんがおっしゃるほどは今まで僕は、うん、自分で納得した作品を作ったとは思ってないですね、でもそれってのはむしろやっぱりだからビジュアル の、 あの大切さとかっていうのをすごく意識してるがゆえに自分でなかなか気に食わないっていうか、そうです、そういうことなわけですよね、あの YMO の頃からそうでしたね、だからむしろね最近僕が興味あることはそのもちろん僕さっきから言ったように体力ないとかね精神力ない体弱いとか言っておりますが、映画を作ることなんですよね、監督すること、それでこれはまあミュージックビデオというよりはむしろ映画ということで、ここ何年間か一つのテーマになってまして、でまあ体体力つけて、監督というのはまず体力、大きな声出さないとね、そうカットとかね、うん、スタート、すいません行きます、はいスタートぐらいですねちょっと誰も動いてくれない、高橋組っていうのがねもう誰も動いてくれませんから、一応映画何々組になりますから、体育会系でいかないと、ただ日本映画とほら多分にこれはもう別に悪い意味っていうか失礼な言い方になっちゃうかもしれないですけど、ちょっと排他的なところなんですよね、しきたりとかね、でまあそういうものを超えてね、新しいタイプの日本映画ってもうこれは誰でもおっしゃることだし、誰でも映画撮りたいってアーティストだったら言うんですけれども、僕もその例に漏れずね、まあ、小津さんのようなね普遍的な映画を撮りたいなと、で龍さんがお元気なうちにねやりたいなと思うんですけど、バストアップでずっと動かないとかそういう映像でまあ全部俯瞰で撮るとかいつもカメラ動いてるとか、溝口さんと小津さん足しちゃったらどうかとかねいつもクレーンでバーッと行くとかね、まあそれは冗談ですけど、それにはやっぱり僕は本だなと、いい本と巡り合うこと、いろんな会社からお話は確かにたまにあるんです、はい、年に、まあ、メジャー配給会社で本当に配給してくださるようなね、あるんですけれども、やっぱり本がねやっぱり僕にはとても、これ映画化はできないなっていうようなものが多いんでね、まあそれと巡り合うこと、と思い始めて、僕椎名誠さんのすごいファンなんでね、
去年椎名さんが自主制作の映画で今でも自主公開として上映をやってるんですけれども、はい、ガクの冒険というね、はい、犬のガクですけれども、その映画のサントラックをやらせていただきまして、うん、これは6月に CD で出ます、はい、でまた6月に今度は南の島つまり海を今度舞台に前回は川だったんですよね、うん、山と川と犬で今度は海をテーマにやろうかと言って、うん、それもまた映画音楽やって、うん、で、まあ、椎名さんも3部作で、うん、自主制作で3部作やって4作目にメジャー映画を撮ろうと、うん、でそこまでは僕はお付き合いして、うん、5作目はじゃあ僕がメジャーで撮りますよと、うん、で書き下ろしで、うん、書いてくださいますよねっつったら、うん、いいよって調子よく言うんですけど本当かどうか分かりませんじゃあちょっと契約書でも交わしておいてもいいかもしれないね、じゃあまあ本編というねそういういわゆる本当の映画みたいなものへの興味もかなりそうですね、うん、まあ本編ミュージックビデオっていうとやっぱりねある程度限られてきちゃうんでね、うん、どうしても、まあ、ミュージックビデオでも向こうでも8ミリから3号まで使ってますけどね、うん、やっぱ3号回したくなっちゃいますよね。あの幸宏さんの音楽っていうのはどうなんですか。そのビジュアライズするしやすい音楽だと自分では思います。思います、うん、基本的に音楽を作る音楽家のタイプはまあ2つあって、どうしても映像的になってしまう人、うん、つまり映像が出てくるタイプ、それは映像に合わせていなくても、ね、うん、それから全くそういう部分とはまたかけ離れて、うん、例えばキッチンの楽しさがあったりとか、うん、それでも映像的な人もいますけどね、うん、でそういう大きく2つ分かれると思うんですけど僕は前者の方だと思いますね、うん、むしろだから映画音楽は好きです、うん、フラストレーションの解消になりますね。ああなるほどね。そうですか。じゃあちょっとそっちのね、うん、本編の方も楽しみですけどもね、うん、まあ、体力つけて体力、まあ、5年先に少なくとも5年ぐらい先になるっていう感じですかね。3、4年以内にはやりたいですけどね。あ、じゃあそれまでに体力ちゃんとしとかないといけないですね、はい、頑張ります。なんかこう声かける専門の人がを雇うとかいいかもしれない。 いざとなったら行きますから、うん、大きい声で。でもすぐ声変えれちゃうかもしれないですね。しょうがないだって。さてですね、ここで一番新しいさっきから何度も、はい、お話に出ている、はい、ビデオクリップ。愛は勝たないんですけど、愛は強い。強いけど勝てないかもしれないなという。Love is stronger than iron、はい、つまり愛は鉄よりは強いと、うん、そして僕よりも強いという、うん、そんなような曲です、ね、これはどうでした、その撮影の方は。これはね、見ていただく、いただくと分かるんですけどね、まずアイデアを考えたんです、うん、でやっぱり非常にこう傷みたいなものがテーマになってるんで、新藤さんの方から幸宏、うん、さんといったらどうしてもガラスのイメージがある、うん、で割りたい、あ、僕がガラスにいつも映ってるところ、うん、これ怖かったですまず撮影が。で、うん、まあ、フィックスの部分はある程度写真を焼き付けたりね、うん、いろいろやってるんですけど、割るのにねこう、うん、画面をこう見ると全然わかんないですけど、うん、やっぱり物を使うんですよ、うん、で銃で撃つわけにいかないんでね、人が殺せるというくらいのこう、今は発売延期になってるんですが、業務用のよく撮影で使うあのパチンコありますよ、はいはい、あれでやるんですけどね、なかなか割れない。でこうスタッフとか、まあね、助監督とか皆さんがこうやるんですけどね、ついに三浦健二カメラマンの彼が登場自らして、うん、高橋幸宏の顔なら俺が撃てばって言うと全部眉間に当たったりね、顔は半分吹っ飛ぶわね、うん、うまいんですよ。で YMO からの付き合いでしょ、ワールドツアー一緒に回った中ですからね、今でこそは巨匠になってしまいましたけれど、うん、きっと俺になんかすごい恨みがあるつくづく考えてしまいました。どんな恨みがあるのかをですね、うん、考えつつ、うん、その新しいビデオを見てみましょう。はい、それではご覧ください。高橋幸宏さんで愛は強い。見えるかいこの手が何
壊されましたね、はい、なんか見ててかわいそうになっちゃうんですよね僕は何もこんなにいじめなくてもいいのに自分はって、ね、ね、自分の、ね、こう写真ですもん ね、うん、ね、結構ショックはこう編集の時もあるもんですね、うん、あ、自分の顔が壊れていくのって、ね、自分が崩壊していくっていうのは、うん、まあ快感でもありますけれども、うん、なるほどね。さて今後の予定なんですけれども、はい、いよいよ来月から待望のツアーが始まるということですね。待望でもないんですけど、僕ツアー苦手なんですけどねいやファンの方は待望ですよ。だからその分、その分あのサービスも含めてですね、今回はあの、まあ、あのロンドンにいる時にね、はい、ついマネージャーに今回クラブっぽいところでね、うん、こう小さいところでギューッとスタンディングでやりたいなとか言っちゃったんですよ、うん、なんか元気だったんですねその時はね、たまたま、それで言っちゃったためにいいですねそれもって言って、うん、で日本帰ってきてブッキング始めたらそういういいホールがないんですね。大きさがだから、まあ、2000人ぐらい入ってスタンディングで、うん、できれば飲み物なんかも飲みながらっていうようなとこってないでしょ、うん、日本に。でまあできるだけ目いっぱい探したんですけど、どうしてもこう座る会場の方が多くて、うん、でもまあ小さいとこでやることにしました、なるほど。まあ4月23日名古屋が皮切りということで、はい、名古屋はボトムラインですもんね。僕知らないんです。あ、そうですか、ね、それであの東京方面では渋谷のオンエアというね、新しいらしいですね、はい、で4月の27、28、29と3日間あるということで、はい、それでツアーは5月まで一応5月1日まで続くということですけれども、うん、あ、ナイトインザネクストライブ、スペリアライブというそれよくわかんないんですけどね、ついてますけどもね、うん、でメンバーも結構豪華に固めて、はい、メンバー楽しみです、すごく、うん、幸宏さんは当然、それで圭一さんが、鈴木圭一さんが、はい、ベタじゃないにしろ、とにかくあの会場にどこの会場にも行くんですけど、まあ、途中で出てくるなりなりなんか形でずっと参加して、スティーブ・ジャンセン、それから久しぶりです ね、吉川中英さん、とか徳武博文さん、これはご存知の方も、うん、もちろんいるでしょうけど、うん、実にキャリアのある方で、ね、すごくいいギタリストですね、ですね、初めてやるんですけど、もうカントリーギターを弾かせたら右に出るもんじゃないですね、中英と徳ちゃんが選ぶのは文句ないという、ね、そうですね、ベースは、ミカバンド仲間というか小原玲がロスからやってまいります、はい、そして、サックスに矢口さんですね、矢口裕恵君、はい、そしてキーボードにキョンさん、キョンと、すごいメンバーですね、うん、はい、おかげさまで会場が小さいものですから、はい、大赤字とどんなに満杯になっても大赤字もうギャラで全部消えてちゃうみたいな、はい、事務所の社長は私ですから
しょうがないですね、謝ります。あの社員たちには、でもあれですね、こうあのそういう割とでも狭めのところで、はい、スタンディングでみたいにやって、もう熱気で酸欠になっちゃったりしないようにしてくださいよ。そうだよね。僕結構ね酸欠になりやすいんですけどね。ただね、始まっちゃって僕はね、ライブっていつもやる前やだやだって言ってるんだけど、始まると結構楽しいんです。あ、そうなんですか。それであのお客さんと、あのこう一体化するというか、同じ空気を吸ってるという、その実感とともにね、お客さんに助けてもらうっていうね、パワーをもらうみたいな。ゆきろさんかわいそうみたいなんでね、大丈夫かしらみたいなんで、徐々に頑張ってしまうという。なんだか情けないな。だからほら、YMO の子って結構元気だったでしょ、まあ、ドラムいつも真ん中にあって、他の二人はなんか元気ないなみたいなね。坂本君元気ですから今。そうですね。その分僕がちょっと向こうにね、正気を吸い取られてしまったんですね。なるほどね。ゆきろさんキーボードだけなんですか今回は。キーボード、ドラムはギター、考えます。ただステージがね狭いんで2台乗っけられないかもしれないですよね。そうかもしれないですね。なるほどね。でもじゃあ、まあ、あのそこで実際にゆきろさんに会える日も皆さん近いということでね、ちょっと楽しみにしてください。あの途中で倒れたりしないで頑張ってください。あ、大丈夫です。それはいざとなると強い高橋ゆきろ君というのがありますんで。今日はどうもありがとうございました。はい、本日のお客様は高橋ゆきろさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。